皆さんこんにちは。初等科修身に学ぶの時間です。本日も桂木奈美がお送りします。先週1週間またしてもお休みを作ってしまいました。申し訳ありません。なんか今年に入ってからですね、毎月のように同じような風邪をひいてしまいまして、喉がちょっとおかしいなと思ってると熱が出てリンパ腺が腫れるという、1月と2月でほぼ同じ症状の風邪を繰り返してしまいまして、先週はお休みをさせていただきました。でももうすっかり元気になりまして、このように本日も撮ってくることができましたが、今日はねめちゃくちゃあったかいんですよ。2月の末とは思えないような、4月ぐらいの陽気なんじゃないのっていうような、はい、ポカポカ陽気の中をスタジオにやってまいりましたが、はい、今日これから聞いていただく教科書の中では季節がさらに暑い時のお話になります。それではお聞きください。夏の夕方。夕方になりました。姉さんが庭に水をまきましょうと言って私を呼びました。夏が来てから夕方に水をまくのは姉さんと私の仕事になっています。私はすぐに元気よく返事をして庭へ出ました。裸足になってみると地面は夕方になってもまだ焼けつくようです。姉さんはほうきとちりとりを持ってきて、私が吐くから水を汲んでおいでと言いました。私は小さなバケツを下げて水を汲みに行きました。姉さんはせっせと庭を掃いています。私はその後から威勢よく水をまきました。庭を掃いてしまうと姉さんが私もまきましょうと言ってバケツを取ってきました。今度は二人でまきました。木の根元にもかけました。花壇の草花にも水をやりました。草や木がみんな昼間の苦しみを忘れて生き返ったようになりました。水まきを済ますと私たちは道具を元のところへ片付けました。姉さんと一緒にきれいな水を汲んで体を拭いた時には何とも言えない良い気持ちになりましたというね、朗読していても良い気持ちになるようなお話ですね。まず、夕方になって水をまくっていうのをなんか私の感覚だとちょっと珍しいなって思いました。朝とか暑い真っ盛りとかにまくっていう方が私は馴染みがあるんですけども、夕方に水を打ったんですね。で毎日この姉妹は水をまいているようなんですけれども、面白いなって思ったのが、この子庭へ出てまず裸足になって見てるんですよね。地面は夕方になってもまだ焼けつくようですと。はい、なんかこれ読んで、あ、こう裸足で熱い熱い地面に立った時のあの足の裏の感覚が蘇ってきましたね。でそんな中、姉さんはほうきとちりとりを持ってきて、私が吐くから水を汲んでおいでと役割を分担しました。お姉ちゃんが吐いて妹は水を汲んできて撒くと、で小さなバケツを下げて水を汲みに行くんですけれども、まあ、子どもにとってはたとえ小さなバケツであったとしても水汲みってちょっとした労働ですよね。はい、特に小さな女の子ですので大変なちょっとした労働だったと思うんですけれども、お姉さんがせっせと吐いた庭にこの子が水を打っています。勢いよく撒きましたってありますね。でそんなちょっと 大変な、あ、今冊子を見たら私勝手に姉妹だと思い込んでいたけど下の子は男の子ですね、絵によると。はい、で私も巻きましょうと言ってバケツを取ってきてくれます。小さな子を年長者が手伝うっていうのもここで描かれていますね。で今度は二人で巻きましたと。ここからが私好きなんですけれども、木の根元にかけ花壇の草花にも水をやり、そうしたら草や木がみんな昼間の苦しみを忘れて生き返ったようになりましたっていう表現があります。これなんか、まあ、擬人法というと堅苦しいんですけれども、草や木もやっぱり人間が辛かったぐらいの昼間の暑さ、植物も大変だったろうなっていう思いがあるからこそこんな風に感じられるわけですよね。そして水まきを済ますと
私たちは道具を元のところへ片付けましたということで、これ整理整頓の大切さもちゃんとこれ修身の教科書ですからここで伝えているんじゃないかなと思います。そして何といっても姉さんと一緒にきれいな水を汲んで体を拭いた時には何とも言えない良い気持ちになりましたというふうに結ばれているところが素敵ですよね。これ草や木が水を得て生き返って気持ちようにしている、で自分たちも体を拭いてさっぱりしたという、その自分たちの身体的な心地よさと、で草や木に、お水をあげて生き返らせてあげたっていう、こう精神的な清しさとが掛け合わされた何とも言えない良い気持ちっていうことですよね。私ちょっとねこうみそぎをしたような感じでもあるんじゃないかなっていうふうに思いました。そうそう、で、掃除っていうのは、それから私昨年引っ越しをしたっていう話もちょっとお伝えしたかと思うんですけども、引っ越しもねちょっとみそぎ的な感じがするんですよね。日頃の生活の中でいつの間にか溜まってしまった、塵、ほこり、ガラクタ、ゴミ、そういったものを引っ越しという機会に整理整頓せざるを得なくなりますよね。そうすると、新しい家に行ってすがすがしい気持ちで生活をリスタート、再出発させられるわけですけれども、それの小さな日々の繰り返しがお掃除 でさらに小さいことかもしれないけど、こうやって草花に水をやって自分たちの体も清めてすがすがしくなるというのは、まさにみそぎっぽいなっていうふうに思いました。みそぎって漢字一文字でもみそぎという字がありますが、別の書き方をすると身体の身にそぐと書いてみそぎと言ったりするんですよね。要はいつの間にか積もってしまった赤を落とすっていうような意味合いなんですけれども、そのようなことの大切さ、そしてすがすがしさも伝えてくれてるんじゃないかなと思います。神道ではですね、神棚、毎朝拝礼をする神棚を、本来であれば毎朝きれいに掃除して、神棚のみならず、玄関とかいろんなところも掃除して、そこに神聖なところに神様を宿らすという考え方があるんですよね。逆に言うとゴミだらけのところには神を宿らないとも言えますけれども、そういったわざわざ神道を出しているわけではないですけれども、日本人的な美徳というか価値観というか、そのようなこともさりげなく教えているのではないでしょうか。冒頭、今日とっても東京暑いんですという話をしましたが、先ほどですね、家の近くのちょっとした緑地を通りましたら、そこから土の匂いがふわっと漂ってきて、私もなんだか生き返らせてもらったような気持ちになりました。昨日は雨が降ったんですよね。で確か明け方ぐらいまで今朝も降っていて、湿った土だったのでなおさらその香りが濃く東京の真ん中でも漂ってきたわけですけれども、でよく見たら、植えてある木や植物の足元に箱辺が生えてきていました。私箱辺を見ると本当春が来たなっていうふうに思うんですね。で転居する前は、3階のとっても日当たりのいい屋根のないベランダにたくさん鉢を置いていたので、結構早い時期からこの箱辺がわらわらと生えてくるんですよ。もうもさもさに、で、部分的に取って食べたりもしてたんですけども、今回引っ越してしまったらそこまで日当たりが良くないので、今うちのベランダにある鉢に箱辺が生えてこないって私結構気にしてたんですね。あれ、なんか土を腐らしちゃったのかなとか、元気じゃなくさせてしまったのかなとか思ってて、でも昨日あたりか、まだ箱辺だかなんだかわからないんですけども、とってもちっちゃな双葉が無数に出ているのを見つけて、あ、よかった、土は死んでなかったと、ほっと胸をなで下ろしたところでした。そんな中で今日、自分のベランダではないですけれども、近所の緑地にしっかりと箱辺が生えてきて、お日様をさんさんと浴びている様子を見て、もう確かに、春はそこまで来ているなと。つい数日前に雨水という二十四節気の日を迎えていましたが、まさに私たちが、風邪をひいたりしている間にもちゃんと春は近づいてきてくれて、四季が巡っているんだなということを実感したところです。今日教科書の中では夏の夕方だったんですけれどもね、こうやって四季があって豊かな
日本に暮らしているということを私はとっても素敵なことだなというふうに感じています。そんなことをこの先も日々感じながら、そして教科書でも時々こうやって季節感のあるものをご紹介しながら、皆さんと共に日本人らしさを感じていけたらなと思っております。ということで本日はこのあたりでまとめさせていただきます。それではまた来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。